解説は村山康明八段、聞き手は佐田正南でお送りします。村山八段よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、でも横歩は横歩なんだ。豊島戦とかやってましたもんね。さあどんどん進んでおりますが、そうですね、横歩取りの出だしでちょっと意表をつかれましたね。ああそうですね。渡辺九段はまあ後手番では、はい、まあ、どんな戦型でも指せるんですけど、まあ、結構にやはり2手目8四歩から相手の得意形を受けることが多いので、まあ、ちょっとこう、まあ、変化球っていうんですかね。あそうですか、はい、1局目から三六飛車でしょうね。ぼかしよかったら渋りますけどね。居飛車、まあ居飛車という先手の方から攻めるというのは難しいんですけれども、先手はなので、まあ、右辺でポイントを上げるというよりも、左辺の今こう歩を伸ばしていきましたけどね、はいはい、あの相手の歩がいない筋の歩を伸ばしていくのは、まあ、将棋の基本的な戦略になりますけれども、まあ、あれでいつでも、まあ、8四歩と、まあ、今すぐにはつけませんが玉頭にプレッシャーをかける手を見ていますね。先手は玉頭の歩がこう伸びてきましたけど、あで、うん、あ手堅い手ですね、うん、8三歩傷を消しました、はい、まあ、あのすぐに打つ必要があるかわからないですけど、まあ、あの4三の銀を5四銀とか、4四銀とか上がった時にやはり8四歩と突き出されると玉頭に歩が伸びて気持ちが悪いですから、まあ、歩を受けておいたということですね。まあ、歩切れにはなってしまいますけど、まあ、このあとうまく戦いを起こしていけば自然と歩は入ってきますので、あでじっとそうですね、はい、まあ、非常にこう、続けてきました、うん、じっくりとした序盤戦ですね。に対してどう攻めていくかですね。6一銀と打って両替するのか、あ一回3三角と打ちましたか。あこれはもう飛車を取らせる間に馬のラインで攻めて攻め合い勝ちしようという手ですね。次に6五歩と突く手が確かに非常に厳しい狙いになりますね、はい、6五歩から6四歩7四銀6三歩成となれば、はい、一気に後手玉が見えてきます。いや結構受けにくいですねこの6五歩。そうですね、あということ で攻めに行きました。うわこれはどうなってるんですか。どこから5四歩と1回突いて2三の下の横利きを通したい。ああそうですね、はい、うん、ここで突きました。急所の馬に働きかけましたね。いやこれも同銀なのか4六馬と我慢するのか、いや難しいところですが、はい同銀そうですね。これもでも後手も悩ましいですよ。これ取るのか放っておくのか。同銀同馬もまた馬が結構怖いところに来ますからね。でもそうかこれで今5四に銀が来たので次に6四歩と取り込まれてもそこで5四銀と取れば、あでも先に取りましたか、はい、はい、さあ同馬1八とでそこでまだ先手1手の余裕があるので、まあ、6一銀からどんどん攻めていってその攻めがつながるかどうかですね。あこれは6七桂成とやりたいですけど6三歩成が王手になってますね。そうですねはい、ということで同飛車と取りました、うん、やはりそうですね、あの下の利きを止めるのが先決と見ましたか。はい、しっかり受けてますね、うん、これも逃げてる場合ではなさそうですが、あちょっと前だから OK できましたか。あよしよしよしこれやばいでしょ。これいけるよ。どっちあ銀あ銀ね、桂馬で行くんですね。この王手がきつそうに見えるんですが7三歩ということですか。7三歩か9二玉と寄るのか、いや難しいところですね。先手玉は8九飛車から詰めろになってるのかどうか。8九飛車9七玉結構上が広いから詰めろになってないか。確かに。おー冷静に、なるほど。わーこれはどうでしょうか。これは先手玉が馬が手厚くて詰めろじゃないってことなんですね。じゃあ一回金逃げるしか7二金しかないですかね、うん、手つきが早いですね。そうですね、なんかここが3がかなり、かなり追い込んでますね。これは9二玉にもう詰みがあってもおかしくないという感じですかね、うん、同金寄りましたね、うん、これはでもあ
ちょっと罪はなかったですかね。竜必死をかけて、渡辺九段の投了、古賀五段の勝ちとなりました。まあ、これはよく最近よく見る形ですかね。先手腰掛け銀対後手浮き飛車で、でもあの浮き飛車も結局後々こう8一飛車6二金のような下段飛車になることも結構多いんですけれども、じゃあこれもやはりゆっくりゆっくりした将棋になるんですか。そうですね、でも結構まあ展開によっては激しくなることもあります。それは最近の相掛かりのまあ特徴ですかね。はい、あここで角を交換しました。交換しましたね。あもう早くも角を打ってきましたか。これは先手も角を手放したということはどんどんこうなんていうんでしょう、まあ、飛車が逃げた手に対して7五歩とか、例えば8一飛車なら7五歩同歩なら7四歩というような感じでどんどんポイントを上げに行こうという指し方ですね。あまり見たことのない攻め筋なので、お角を打ちました。なるほど、まあ、9三の地点を守りながら、まあ、9五香と走る手も防いでる。ちょっと狭いところなんで打ちにくいようにも見えるんですけど、まあ、ここさえ受け止めてしまえば次9四香と走れば歩得が残りますからね。先手もここで、まあ、一つ考えられるのはもうこれでも9五香と走ってしまうような手はあるかもしれませんけどね。同角なら9三歩なり同香7四歩と、あでも7七銀と上がりましたね。これはあの8四の角をなんかこう負担にしようという発想だと思います。はい、あじゃあ8六歩とか。そうですね、8六歩7六銀8五歩のような感じで圧迫していくのが考えられますね。これは次にまあ6五歩と突いても5五角と出られてまた桂取りになってしまうので、まあ、そういう、あすかさずでも7四つきましたね。これはどういうことでしょう。もう決戦ですか。角交換した後にどこを狙っていくんだろう。どこですかね。8二角ですかね。あ馬を作っておこう、そうですね、7一に馬を作って次に7二馬と引いて飛車を狙っていこうという手ですね。これはあ4四歩と一回銀を追いましたね。いやでも5四角打たれたら痛いから、あ角打てんのか。そっかそっか。俺はギエですね。ギエこれはギエギエか。指す手がないじゃないですか。これは先手も悔しいけど銀さすがに引くしかないですか。でも引くのは結構利かされですね。後手もだいぶ楽になりますね。圧力が緩和されて。そうですね。勝負で。いやでも今5六銀とか3六銀と逃げると5四角って7六の銀を狙われた時にそれがぴったりなんですよね。7二馬も消して、先手はもうこれで勝負するしかないという判断ですね。これはでも伊藤七段が優勢になってるとは思いますね。あ打ちましたね。この角は味いいですよ。またこの銀取りも受けづらいですね。7五銀出るしかないかな。あもうでも銀は逃げなかったですか。あこれはもう攻め合い勝ちでいけるという手ですね。角のラインがあるので4五香が打てないのが辛いですね先手は。いやあ銀で1枚発想と、はい、でもこれはまだ詰めろとかそういう手でもないので2八飛車から攻めていって一手勝ちできそうですね。佐々木七段の投了、伊藤七段の勝ちとなりました。